この街の夜なら私にお任せください。いろいろご案内しますよ。お前水野だな。お前が桃源郷の会員証を持っていると神明から聞いたんだが。神明？なんであなたが神明を？ちょっと訳があってな。桃源郷の会員証を譲ってほしいんだが。神明に会ったんですね。そうですか。まだ彼女この町にいたんですね。会員証はあれはお譲りするわけにはいかないです。昔あれを手に入れるのにどんなに苦労したことか。どうしても必要なんだ。すまないが譲ってほしい。わかりました。神明があなたを信用したのだったら受けないわけにはいきませんね。さすがにただとはいかないですが、お譲りしましょう。桃源郷の会員証は裏の世界では100万単位で取引されているのですが、50万ってとこでどうでしょう。いくらなんでもそれはできないですね。申し訳ないですがお断りします。ああ、お取引する気になられましたかな。桃源郷の会員証は裏の世界では100万単位で取引されているのですが、50万ってとこでどうでしょう。どうやらお金が足りないようですね。それではお譲りできません。お金を貯めてから来てください。それでは。
ああ、
ああ、お取引する気になられましたかな。桃源郷の会員証は裏の世界では100万単位で取引されているのですが、50万ってとこでどうでしょう。わかりました。では譲りましょう。私と神明の出会いのきっかけとなった品です。どうぞ大切にしてください。ああ、今度また神明に会ったら。いえ、何でもないです。気にしないでください。では。